俺は27歳のサラリーマン、ジン。妻のいいことは、8年前に悪友の F 屋に紹介してもらったことがきっかけで付き合うようになり、5年前に結婚した。まだ大学生だった俺は、いい子を見た瞬間に一目惚れをしてしまったのだ。私、いい子って言います。よろしくお願いします。そう言って微笑んでいい子は、とても素敵だったのだ。俺は会って数十分後にはいい子にアプローチしていた。会ったばかりですが、僕と付き合ってください。するといい子は、はい、よろしくお願いします、と答えたのだ。その日から交際をスタートさせた俺たちは、大学を卒業後、結婚をした。結婚後いい子は専業主婦となり、俺は目標だった大手企業に見事就職することができた。給料面も安定し、俺は夫婦関係も円満で、順風満帆の人生を送っていた。そんなある日のことだった。いい子は電話をしながら、無理よ。そんな勝手なこと言わないで。と、少し苛立った口調で返していた。何かあったの？俺がそう聞くと、だってね、うちのパパとママったら、いつになったら孫の顔が見れるのって、うるさいのよ。俺たちは、どちらも兄弟がいないので、両家の親は孫の顔が見れるのを今かと待っているのだ。だが結婚後5年が経っても未だに妊娠の兆しはない。と言っても原因はある程度分かっていた。それは以前検査を受けた時に、いい子の体は子供ができにくいと医師からも言われていたのだ。いい子、お父さんたちにまだ話してなかったのか？不妊症だってこと？そうよ。だって、パパとママをがっかりさせたくないもの。私だって一日も早く赤ちゃんが欲しいと思っていたのに、なんでこんな風になっちゃうんだろう。いい子はとても悲しそうな顔をした。そうか。わかった。それなら本格的に不妊治療を受けてみないか？費用なら何とかするから心配はいらないよ。だがいい子は、気が向かないと言って拒否してきた。だけど俺たちだけで妊娠のタイミングを見て苦労するより、はるかに可能性は高くなると思うけど。それはわかっているけど、不自然に治療するなんて嫌なのよ。それに費用だって馬鹿にならないのよ。それなのに効果がなかった時は親にも顔向けできないわよ。そう言いながらいい子は泣き出してしまった。いい子、もういいよ。無理に進めたりして、俺が悪かった。いい子の気持ちが変わったら、その時治療を受けよう。ごめんなさい。決心ができなくて。それから数ヶ月が経ったが、いい子が妊娠することはなかった。治療についても、相変わらず後ろ向きだった。そんなある日、俺は悪友の F 屋に相談してみた。一向に妊娠する気配すらないんだ。でもいい子は、不妊治療はしたくないって言うしさ。両親たちは孫の誕生を心待ちにしているし、俺、どうすればいいんだろう。まあ世の中には子供のいない夫婦なんてたくさんいるんだし、そんなに焦る必要ないと思うけど、お前がそこまで悩んでいるなら、俺からいい子に話してみようか。え？本当にいいのか？俺はいい子を紹介してくれた F 屋なら、いい子を説得できるかもしれないと考えたのだ。親友のジンが悩んでいるのに放っておけないよ。ありがとう。悪いけど頼むよ。俺はもしもこれで子供が生まれたら F 屋に決めてもらおうとまで考えるほど F 屋に感謝していた。すると、私、不妊治療を受ける決心をしたわ。明日、不妊専門の病院に行ってみようと思うの。いい子が決心をしてくれた。ありがとう、いい子。よく、決心してくれたね。F 屋くんが一生懸命私を説得してくれたのよ。いろいろ話を聞いて私も決心できたの。俺は F 屋に連絡をして、いい子の気持ちが変わったことと感謝の気持ちを伝えた。すると F 屋は、親友が困っている時ぐらい力を貸すよ。だけど本当にいい子が決心してくれてよかったな。と言っていた。もしかするとこれで俺たち夫婦に
子供が誕生するかもしれない。今回、F屋の協力がなかったら、いい子が気持ちを変えることもなかっただろうし、本当にいい友人を持ってよかった。だが翌日、病院に行って検査を受けたといういい子は、帰宅するなり、検査してもらったらね、私の状態だといくら治療しても妊娠するのは難しいって、先生にはっきり言われちゃった。そう言った。何でも不妊治療を行ったとしても、妊娠の可能性は 99% ないと言われたそうだ。そのため、ホルモンを整えるための薬を処方され、とにかく健康に気をつけて、不妊対策に勤しむように言われたらしい。本当にごめんなさい。私の体、本当に赤ちゃんができない体になってたみたいで。いい子は目に涙をいっぱい溜めて、何度も謝ってきた。俺の方こそごめん。女性の体について知らないことばかりで、いい子に辛い思いをさせてしまったね。本当に悪かった。私今日は疲れちゃった。悪いけど、先に寝ていい？そう言っていい子は寝室に向かった。おやすみなさい。その日を境に、いい子は精神的に落ち込んでしまい、一日の大半を寝室にこもるようになった。そんないい子がゆっくり休めるようにと、俺は家事のほとんどをするようになった。一日でも早く、いい子が元気になってくれればいいと思っていたからだ。俺は、F屋にまで頼んで、無理やりいい子に不妊治療を進めてしまったことを後悔し続け、うつ状態になってしまったいい子に、心の中でずっと懺悔していた。そんなある日俺は、いい子がこもっている寝室の掃除をしようと、いい子が入浴するタイミングで掃除を始めた。ベッドの周りを掃除し始めると、俺はあるものを見つけた。男性もののトランクスが落ちていたのだ。なんだこりゃ。派手な柄の見たこともないトランクス。絶対に俺のものではないし、いい子がトランクスなんて履くはずがない。だが俺は念のためいい子に尋ねてみた。するといい子はそのトランクスは自分のもので、医者から締め付けられるような女性ものの下着は不妊に良くないと言われたのよ。と言って、とても通気性も良くて楽なのだと言った。なんだ、そうなのか。俺はいい子の説明に納得しかかったのだが、なんだかいい子の表情に違和感を覚えた。どこか焦っているような。それからというもの、俺の中ではいい子への疑念が膨らんでいった。ある日いい子が熟睡するのを待ち、スマホの中身を確認してみた。というのも、寝室にこもるようになったいい子は、それ以前とは違い、スマホを片時も手放さなくなったからだ。トイレに行く時も、風呂に入る時も。だが、いざスマホを開こうとすると、ロックがかかっていて開かなかった。いい子の誕生日や、俺の誕生日、結婚記念日など、思いつく数字を何度も打ち込んだが開かない。そこで、これで開くはずないよな。そう思いながら、頭に浮かんだ数字を打ち込むと、なんと、ロックが解除されたのだ。え？どうして？俺の頭に浮かんだ数字は、悪友のF屋の誕生日だったのだ。動揺しながらも、メールアプリを開いてみると、そこにはF屋とのやりとりがびっしり並んでいた。大丈夫だよ。俺はずっと、いい子を愛し続けるから。嬉しい。私もF屋のことを愛してる。大好き。これは、友人関係のやりとりではない。極めつきに。ねえ、いつもホテルを使うの、お金がもったいないんじゃない？どうせ昼間は、ジンもいないんだし、うちに来てよ。それもそうだな。ちょっとジンには悪いけど、その方がゆっくり楽しめるしな。というメールまで発見してしまった。翌朝昼頃に、やっと起きてきたいい子に、俺は提案をしてみた。おはよう。来週なんだけど、みんなを家に呼んで、軽くパーティーでもしようと思うんだ。きっといい子の気も紛れると思うよ。俺からみんなには連絡しておいたから。え？パーティー？どうして急に？親父たちもいい子のことを心配しているし、何よりいい子に楽しい時間を過ごさせてあげたいんだ。もちろん、義両親も友人たちも呼んであるよ。それにF屋にも、連絡しといたから。え？F 屋くん？ F
フ屋を呼ばないわけにはいかないでしょ。そうよね。いい子は笑っていたが、その顔は笑えるほど引きずっていた。そしてパーティー当日。今日はありがとう、ジン。F屋は悪びれる様子もなく、堂々と我が家に入ってきた。パーティーは楽しく、和気あいあいと進んでいった。そして俺は、本日は皆様にお集まりいただきありがとうございます。最近体調を崩しておりましたいい子から、皆様に重大発表をさせていただきたいとのことです。少々お時間を拝借させていただきます。さあ、いい子。と告げて、いい子の方を見た。重大発表って？いい子は戸惑っていたが、あら、いい子。体調が悪かったって、そういうこと？あら、そうなの？いい子さん？本当に？母親たちは勝手に妄想して、いい子を追い詰めてくれた。やだ、どういうことよ。私、何も聞いてないわよ。大丈夫だよ。どうせいつかはみんなにも、わかることなんだから。ジン、知ってるの？俺がうなずくと、いい子は、意を決したように口を開いた。ええ、実は、私のお腹の中には、ジンさんの赤ちゃんがいます。現在、妊娠3ヶ月です。周りの人たちから、おめでとう、という声が上がり、いい子はみんなから祝福された。みんなが盛り上がっている横で、俺は一人、おやつを漏らして泣いていた。すると友人たちが、そんな俺に気づき、なんだジン、嬉しすぎて号泣してるのか？よかったな、おめでとう、と言ってきた。義母たちも大喜びで、本当にありがとう、ジンさん。これでやっと、孫の顔が見られそうだわ、と言った。すみません、皆さん。俺は少しの間、退席させてもらいます。俺がそう言うと、後ろから、きっと感動しているのね。なんて声が聞こえた。10分ほどでみんなの元に戻り、主催者が席を外してしまい、すみませんでした。実は妻に対する気持ちを手紙に綴っていまして、この場をお借りして、いい子にその手紙を読みたいと思います。皆さん、どうぞ聞いてください。そう言うと周囲からは盛大な拍手が巻き起こっていた。やだ、ジンたら。みんなの前で手紙なんて恥ずかしいじゃない。そんないい子にはお構いなしに、俺は手紙を読み始めた。愛するいい子へ。俺は本当に驚いたよ。やっと赤ちゃんができたんだね。するといい子が、ジンにはまだ話してなかったのに、どうしてわかったの？さすがね。嬉しいわ。と笑顔を見せた。だけど俺たちはもう、5ヶ月以上も、レス状態、夫婦の営みという行為をしていないのに、いい子が妊娠するなんて、本当に驚いたよ。不思議だね。するとそれまで、祝福ムードだったみんなが、え？何？どういうこと？という、不穏な空気に変わった。いい子が不妊治療のために受診した、産婦人科の担当医師に問い合わせてみたら、いい子は妊娠に対して、特に身体的な問題はないと言われたよ。普通に赤ちゃんはできる体だって。俺には不妊症対策の薬だって言っていた処方薬は、ただのビタミン剤だってことも分かったよ。それなのにどうしていい子は、俺に自分は不妊体質で赤ちゃんができないって言ったんだ？あんなに悩んでいるふりまでして。いい子は焦り始め、真っ青になっていた。今、いい子のお腹の中にいる赤ちゃんは誰の子なんだろうな。実は本当のパパについてはこちらを見てもらえばみんな納得してくれると思うんだ。俺が動画を再生するとそこにはいい子とエフヤが映し出された。動画の中でいい子は、ねえ、エフヤ、私妊娠したかも。ジンとはもう何ヶ月もしてないのに、どうしよう。ええー気をつけてたんだけどな。まあそれなら赤ん坊はジンの子供ってことにすればいいんじゃないか。あいつガキを欲しがってたし、お人よしだから疑わないんじゃないか。ってか、
それならゴムなんてする必要ないってことだな。やった。ちょっとエフィア、お腹には気をつけてよね。あなたの赤ちゃんがここにいるんだから。わかってるよ。でもさ、友達の神さんを抱いてて、しかも妊娠中だなんて、俺背徳感で超絶興奮するぜ。動画を見た人たちからは、これって本当？ひってえな。赤ちゃんがかわいそう。などの声が聞こえた。いい子、俺はやっとわかったよ。君が赤ちゃんが欲しいと言いつつ、どうして不妊治療をしたがらなかったのか。妊娠してエフィアと遊べなくなることが嫌だったんだろ。だから、治療しても 99% 赤ちゃんはできない。なんて、嘘までついて、夫婦の営みすら受け入れがたいほど、精神的ダメージを受けてしまったのだと、演じていたんだろ？そんな、私、そんなつもりじゃ。大体あの動画どうして？君たちには悪いと思ったんだけど、隠しカメラを寝室に仕掛けておいたんだ。いい子のスマホのパスワードが、エフィアの誕生日だってことを知った時にね。え？気づいてたの？本当に？エフィアとは、ただの遊びだったの。ごめんなさい。そうなんだよ。俺たちほら、昔から友人だったから、いろいろ相談に乗ってるうちに、つい勢いで。ふーん、そうなんだ。つい勢いで。ええ。ただの勢いで、何度も俺の嫁とやってたってわけか。バシーン！俺がそう言い終わらないうちに、義母がいきなり、いい子の頬を叩いた。いきなり何するのよ、ママ。私、妊娠中なのよ。お腹には、可愛い孫がいるのよ。いい加減になさい。今日限り、あなたとは、親でもなければ子でもありません。お腹の子も、私たちには無関係ですから。ママひどい。あんなに孫が欲しいって、言ってたじゃない。いい子、お前は感動されたとしても、その理由すらわからないだろうな。いい子と義両親が修羅場状態になっている中で、こっそりエフィアが帰ろうとしていたので。おい、エフィア、もう帰るのか？もっと楽しんでいけよ。いや、もう、俺が悪かったよ。それからしばらくして、俺といい子は離婚した。結局いい子は、義両親から宣言通り、感動を言い渡され、頼る相手も住む場所もなくなってしまった。いい子は日雇いみたいな仕事をして、その日暮らしをしているらしい。だが俺は、そんなことにはお構いなしで、きっちり慰謝料を請求してやった。もちろんエフィアにも。エフィアは周囲から、親友の神さんに手を出す最低男、というレッテルを貼られ、友人たちからも、親類からも、縁を切られてしまったらしい。職場にも噂が広まり、結局は退職に追い込まれたそうだ。誰も頼れず、やけになったいい子は、ねえ、私たち結婚して、みんなを見返してやりましょうよ。ね、パパ。私と赤ちゃんのことを一生守ってね。エフィアにそう言ったらしい。いい子、ちょっと俺についてきてくれないか？エフィアに誘われてついて行った先は産婦人科で、よかったよ。厄介なものが始末できて、これで俺とお前は無関係だな。じゃあな、いい子。と言って、いい子を捨てたそうだ。その後エフィアは別の女に手を出したらしいが、その女の父親がある非合法団体の幹部だったそうだ。エフィアの意思とは無関係に組織に入れられ、やがては敵対する組の事務所にトラックで突入しろという命令を受けたそうだ。結局は衝突時の怪我と敵対する組員から受けた逆襲により大怪我をして入院してしまったらしい。ちなみにいい子の方はというと、お礼の慰謝料支払いのために人には言えないような仕事をしているそうだ。俺はいい子と暮らしていた家を売却して新たにマンションを購入した。同じマンションに住む若い女性と毎朝顔を合わせているうちに意気投合して今はいい感じになっていると思う。俺は二度と同じような失敗したくないと思っている。だから彼女を調査して問題ないと判断してから
先に進もうと考えている。今はいつか彼女との新しい生活を、なんて想像している。